ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。キャプテン翼3リオカップ準決勝やっていきたいと思います。翼率いるね、なんだったっけこのチーム。あ、サンパウロ、サンパウロね、サンパウロ対、キーパーのねレオン率いるグレミオ、どちらも名門ですね。こちらでブラジルタイプをね取っておりますので、カウンターのねブラジルタイプでね翼にパスを渡したい、渡せない。敵がこれまずいな、このバックパスは。リマ君、リマ君ちょっと、ペナルティエリアまで下がってしまったぞ。これパスだね。あー、マークされてるぞ、まずいな。やばいぞこれ。バチスタ取られるなよ、マークされてるぞ。下がってトリップ、ナイストラップ。右が空いてる、スピンの座やばいなこれ。オッケー、危なかった今。田畑くん、おなじみのメンバーがね揃っておりますが、どうするこれ、スルーパスいく、間、間怖いな。ドリブルでいくか。よし、もういくぞ、スルーパス。いや、これ難しいね。ちょっと、パスコースがないよ、みんな。よし、いけ、センタリング、自由にセンタリング。どうだ、どうだ、どうだ。よし、自由まで通ったか、これスルーかな。いやー、これシュートだな。さあレオン勝負だ。うわ、キャッチされたぜ、サイクロンでこい翼。サイクロン打ったらあれだね、無理なんじゃない、あの止められるんでしょうね、打たないよサイクロン。あ、ダシルバが生、あの強いやつか。これはタックルだな、パッションスタンピート。どこのクラブのパス、シュートじゃなくて。いやー、ドトールも振られた。これでもう守備ゼロですよ。ちょっと、あ、マデーロ君シュート、これはキャッチいけるんじゃないか。レナウト、パンチングか。あんな雑魚キャラに普通のシュートで。レナウト相当やばいな。ただでさえ、あ、翼くん、どうする、挨拶代わりに打つか、ドライブシュート、挨拶。うわー、弾かれたやっぱり。くっそ、挨拶終わりだもん。プロトン、なんか名前はみんなね、キャプテン翼2の時代の時と同じメンバーになってるんだよね。そこはね、愛着が湧きますね。パッションスタンピート、どこのクラブやねん。これ翼戻るしかないのか。あ、翼対パッションスタンピート、取れるでしょ翼だったら。ああ、せっかく戻ったのに翼が。
これドリブルで来るんじゃない？パッションスタンピードで。ブロックしようか。シュートかもしれん。あー、おー、いいね、ブロック。ナイスタイミング。ブロック、弱まった、いいね。これは取れるでしょう、レナート君。よーし、ナイス。わ、強烈なヘディング、やばいなこれ。誰か止めてー。リマ君、石崎君みたいな顔してるやつだよね、リマ君。うわー、これは強烈な。おお、かろうじて弾いた。1点目なぜ取られてしまったかだね、これ。1点勝負になると思うんだけどな、レナトだから。え、コーナーからシュート、嫌なやつだな。おほほほ、レナート頑張り始めたな。パスか。オフサイドじゃないの。全員カバー、全員守ってる。なんでレナート、うそー。でもディフェンダーいっぱいいたから、壁、うそー。ひどすぎるこのゲーム、ひどい、今のはひどい。くぅ、ブラジルタイプ通用しないのかな。悪くないんだけどね。なんか攻撃するときにね、パスコースがないんだよね。ツートップにしようかな。でも攻撃しないといけないからね。オーソドックスタイプ。ディフェンスタイプそうだな、ノーマルでいいか。マークつけよっか、あのダッシルバにね。真ん中かな。アマラウがダッシルバマークしようか。これでいこう。いや、前半1点返そう。前半1点。アンダー23、日本対韓国もね、2対0からね、3対2で逆転優勝ですから。ブラジルリオオリンピックアジア予選決勝ね、2点差では負けれないよ。3点目も取られそうだけどな。さあ行こう。キーパーがね、強いからな。どう攻撃するか。前が空いた。パスミスは許されませんよ。これはワンツーでいこうか。センターリングから、やっぱサイドからいかないとね。お、バビントン初めて触ったんじゃないこの試合。ノー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 、届くはずがありません。高俣、いけ、切り込め、よし。自由か、翼に合わせるか。まずいきなりも、よし、合わせた。フリー、フリーですよ。サイクロン行く、いや、ボレーシュートにしよう。なんかサイクロンスタミナがもったいない。あー、弾かれた。あー、これにね、誰か味方がね、言ってほしいんだよね。競り勝った、競り勝ったけど場所が悪いか。くー、残り4分。もう一回取り返して、もう一回チャンスを狙いたい。パスカットかな、パスカット。あー、ドリブル、ブラジル人ドリブル好きだな。おお、取った、バビントン、翼にパス。
これ翼の個人技でいこう。ワンツーワンツー、個人技じゃなくてバビントンとのゴールデン、あ、ジューか。これシュートかな。シュート、オーバーヘッド。さあ、キーパーと勝負。メオン。ああ、また取られた。ああ、このこぼれ球。こぼれ球勝負なんだよ。ああ。難しいな。連続攻撃ができないね。よし、バジスタ取った。もう一回翼。もう一回翼。翼体力ない、自由でいいか。スルーするか。スルーしても無理だね。縦パスは合わしづらいね。頑張れ。あー、こぼれ球。おー、来た来た来た。これチャンス来たね。オーバーヘッド。あ、ガッツ足りない。ガッツが足りない。スルーは、あ、ダメだね。ヘディングしかないのか。メオン君身構えてる。翼のヘディングシュート。あー、ダメか。全部止められた。サイクロン打った方がよかったね。くー、あー、惜しいな。もう翼のスタミナも切れたし、ダシルバメ。もう時間でしょ。時間時間、終わり終わり終わり。よーしよーしって。いやー、日本対韓国と一緒じゃないか。どうしてくれる。フォーメーションの問題ではないんだよな。実力差の問題なんで。やっぱりキーパースルーしてシュートっていうね、形持っていかないときついよな。スーパースタータックル。あ、なにこれ、チームコマンド。みんな戻れ。何これ、みんな戻れ。通常、こんなんあるんだ。何今 X ボタン押したら。このゲームのね、説明書持ってないからね。あ、こんなんあるんだ、守備の時ね。みんな戻れ、やってみよう。みんな戻れ。もういいんじゃない、ずっとみんな戻れていいけどな。翼スタミナ使いすぎ。そうか、勝ってる時これやった方がいいね。いいね、みんな戻れ。いいこと覚えましたよ。あー、でも一人行かないとね。あー、一人行かないと、これはもう決定的だ。これは心が折れそうなのね。3点差。じゃあもうプレスでいいかな。ツートップ。いや、みんな上がれはないんだね。あ、翼も疲れてる。攻撃の時 X ボタンはないんだね。え、ドリブルだ。パスすると思ってるだろ。そんなことはないぞ。ワンツーで抜いていこう。
あダメだこりゃ、ダメだこりゃ。よし、バーチスタ、バーチスタ、バーチスタ、行く行く行く、ワンツーでかわす、ペナルティーエリア内、バーチスタが行く、1点目を取りに行く、バーチスタはシュートする、気持ちでヘディング。あら参った、タックルタックル、もう、あーファールか、いいとこなしだ。おラッキーチャンス。パスの出しどころがない、ワンツーワンツー、あーこれはドリブルか、よーし、パスされる、すると思ったんでしょうね。これマリーニではちょっと突破できないよ。あげるしかない、マリーニ。最近はサイドバックも攻撃しないとダメなんだ。スルーだ、思い切ってスルーだ。ナイススルー。さあ誰か取ってくれボール。あーダメかー。なんだと、全然ダメだな。よし、お、自由パス。これはね、誰かここに取りに来てほしいんだよな、あえてね、ここにパス、誰か来い、走ってこい、よし来た、スルーだこれで。そして翼に、頑張れプラトン、頑張れ、よーし来たー、これで翼、翼、誰、コクラン、なんでディフェンダーが、これはダメだ、勝てる気しないな。あ、ジュー君がヘディング、え、うわキャッチされた、何こいつメオン。サイクロン打ったらなんかアニメ的に どうかなるんかね、かもしれんね。サイクロン打ってなんか止められるっていうパターンじゃないのかな。その手には乗らんぞと思ってサイクロン打たなかったけど、みんな戻れ、あーこれはレナートもこうなったらレベルアップの修行だ、パンチングレナート、チュアー、これはひどすぎる試合だ。
おお、ドリブルしたら勝手にサイクロンするんだ。ええー、最初からやっとけばよかったな。ガッツ消費せずにいけるんでしょこれ。ああ、ロベルト本郷が見てる。あ、入るんだ。そんなイベントがあったんすね。翼、まさかサイクロンは。どうなったんだろう。ガッツ100しかない。もう打てないんじゃないか。そうか、最初から翼にドリブルさせてればよかったのか。ちょっと変わったかもしれないな。もう1点ぐらい取るか。諦めるんじゃない。行くぞ。フリーだ、フリー。もうシュートだ、シュート。タハマタ、行け。あー、パンチングしてほしいな、メオン。くそここでね、みんな戻れってやると、みんな戻れ、スピード上がるんじゃないか。これマークっていうのないのか。遅らせるっていうやつね。タックル。あー、くそ、パッションなんとかかなんか知らんけど。おドトール追いついた。乾杯ですね。くーもう3点目取られた後からちょっと記憶がないんですけどねくっそー。レベルは1上がったのか。リベンジ次回したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。神々やないの。ではまた。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。